エビの微節微節とは、節足動物の体において、大切の最後尾に備えた一本の王のような部分である。関係動物の後端の部位も、微節と呼ばれているが、本項目は主に節足動物の微節について扱う。微節は、節足動物の大切の後端に備えた尻尾のような部分である。その形は、分類群によって、トゲ状、ヘラ状、 無知情など様々である。通常は肛門を備えているが、ハサミ角類のように、微節は肛門の直後から生えるものもある。通常、微節は、接触動物の大切として扱われず、付属しらしい構造体はない。しかし、一部の甲殻類の微節と呼ばれる部分は、一体のオサ及びおムチなどの構造体を持つ。なお、昆虫のように、 微節が著しく退化した節足動物もある。微節を持つハサミ角類は少なくない。多くの節足動物とは異なり、ハサミ角類の微節は、肛門の直後から生えるため、肛門は微節自体ではなく、代わりに微節と最後の大節の間にできた腹側の石管膜にある。カブトガニ類、ウミサソリ類などの基盤的な新ハサミ角類は、発達した微節を持つ。 サソリの針状の微節と肛門。残りの王は腹部の後半部であり、微節ではない。雲型類の場合、微節はいくつかの分類群に見られており、以下の例が挙げられるパレオイソプスの化石、ウミグモ類の場合、原生の分類群からは、対価的な腹部以外に、微節らしい構造は見当たらない。しかし数節からなる腹部を持つ化石種のウミグモ類。 パレオイソプスとフラジェラパンタパスは、それぞれ長いトゲ状と、鞭状の微節を持っていた。パレオイソプスの微節は、他のハサミ角類と異なり、下側の途中に肛門を備えていた。そのため、これは、腹部最終大雪と微節の融合でできた部分とも、みなされる。ヨーロッパ赤ザエビの汚染甲殻類の中で、軟膏類は明瞭な微節を持ち、下側に肛門がある。 他の一部の甲殻類の微端には、肛門節という、終端もしくは配属に肛門を持つ部分がある。これは、微節として扱われることもある。これは、他の節足動物における付属体のない微節とは異なり、往々にして一体の幼い塩おむちという構造体を持つ。エラー種類の場合、カブトエビ類の微節は一体の無知のような、長いおむちを持ち、 ミジンコ類と海エビ類の微節は、オズ爪という一体の爪状構造を備えている。オウムカデ属の肺の前端と、高誕生術の分類群ほどには明瞭でないものの、ターシ類も微節を持つ。六脚類の場合、微節は対価的であり、カマアシムシの生態と一部の不完全変態昆虫の肺のみに見られる。昆虫の肛門周囲の膜とトンボの幼虫の微端に、 備えた突起は、微節の名残であると考えられる。様々なメガチェラ類絶滅した、節足動物の分類群において、微節を持つものは少なからぬ発見される。関係動物の大切もしきず、過端の灰色の部位は微節を示す。節足動物以外の大切性を持つ動物には、微節と呼ばれる部位もある。関係動物の微端の部位は、英語などでは、パイジェディアム、日本語では、 微説と呼ばれる。いずれも、主に節足動物の用語として用いられる、名称である。関係動物の微説は、トロコフォア要請の下部に対応する部分であり、動部の大説とは別の部位に由来するため、真の大説扱いはされていない。しかし、この微説は、多くの大説らしい形質を持つことが後に、解明されており、従来の提唱よりも大説的であることが示唆される。 ありがとうございます。